やがてお前たちのうちの一人が次の宗家となる日がやってくる。私の知っていることは全てお前たちに伝えよう。不動心を達成するために。よいか。はい。正塚。はい。まるで虎だ。力強く安定感があり決断力がある。に学べ。はい。ケイシー。はい。ケイシーはみなしごとしてここへ来た。ひと吹きの風が大きな嵐となるようにたゆまぬ稽古を続け、見事な技と力をつけた。習得するまではこの二人も道を極めることはできないということを皆心得ておけ。はい。真剣を使い殺そうとした。破門を言い渡す。今すぐここを出て行け。